嵐愛が強すぎる。ユータキチャンネル。こんだき、どうも、嵐語り部こと、ゆうたきです。はい。ということで、まずは、ジャニのチャンネルの皆さん。改めて、24時間テレビ、お疲れ様でした。ほぼ寝てない中での真夜中の歌唱パフォーマンス。ずっと映像を見ながらコメントを残す仕事。考えただけでものすごく大変そうだなと感じますし、今年の24時間テレビはジャニののおかげでめちゃくちゃ楽しかったという声で溢れたのもリーダーであるニノが、とにかく最後まで健康にと願っていたように4人が最後まで頑張った結果だと思います。その甲斐もあって、なんとチャンネル登録者数が350万人を突破するという、本当におめでとうございます。多分24時間テレビが始まる前は341万人くらいでしたよね。そこから一気に10万人ぐらい増えるって、やっぱりテレビの力はすごいなと。そして何よりメンバーみんなの頑張りが結果を出したなと感じました。松潤の誕生日とジャニののお祝いが重なってめちゃくちゃハッピーな日になりましたよね。そんな感動的な流れがあり、350万人突破の際にはライブ配信でも一緒にお祝いまでしてくれて、ジャニのフィーバーが一向に収まらないわけですが、その次の日に投稿された動画でも、これまた嵐ファンとしてたまらない回が来ましたので動画で語りたいと思います。ぜひ嵐ファン、ジャニのファンの方は視聴後にコメントをいただけると嬉しいです。それではいっちゃいま、ショータイム。はい、ということで、まずはお祝いをした後は、今回ジャニので投稿された動画、シャープ156、嵐やっぱり俺だ俺だ俺だの日というタイトルで企画された嵐について一番知っているのは誰だという回で、またテンション上げ上げにさせてもらいました。これだとして、このびっくりマークもちゃんと登場する人が山田くんを除いた3人ということで3つにしているというのも、細かい配慮で相変わらずのニノらしいですよね。そして誰よりも気合が入っていたのが、そう、菊池風磨くん。ニノが翔ちゃん家で国立の映像を見て泣いてるぐらいだし、熱はやっぱりあるんだと思うと言ってくれていて、翔ちゃん呼び。てか、翔くん家で嵐の鑑賞会してるとか、羨ましすぎるだろう。と思いつつ、マジで、余裕余裕。と何回も連呼して、自信たっぷりで始まる嵐クイズ。もう、フラグにしか聞こえない。で、1問目。次の曲を長い順に並べ替えろ。ナイスな心意気、夏やて、ピカンチダブル。嵐ファンとして、ちょっと悩みますけど、多分こうだよなぁ、と思っていると、これ名曲ですよマジで、と語り出す菊池くん。終わったはずの夢がまだ僕らの心に迫る、いや背中に迫るだから、と見ながらツッコミを入れてると、続けて、これを嵐兄さんたちが休止前に、あれ M ステでしたっけ、音楽番組で歌うんですよ。終わったはずの夢がまだ僕らの背中に迫る、あれ普通に家で聞いて泣いてます、と言っていて、うわわかるわ、あの時めちゃくちゃ号泣した覚えあるわ。あのタイミングで歌ってくれたのも衝撃的だったけど、それから This is 嵐でも歌ってくれて、 AR の映像がエモいのなんのってと思っていたら、うわぁと中丸くんも一緒にやばいとリアクションをするのも微笑ましくてよかった。ダブルはピカンチダブルだけにね。そして、ナイスな心意気が何の主題歌なのかを中丸くんに質問して答えられないでいると、こち亀ですよ。と自信満々に言う菊池くんが面白いし、俺らこち亀出てるんだ。と誇らしげにするニノも可愛い。あの、カラオケに行く人ならよくわかるかと思いますが、嵐の曲の中で唯一本人映像と書いてあるのが、このナイスな心意気なんですけど、え、嵐の映像あるの?と思って入れてみると、おい、こち亀かよとなるのもあるあるですよね。ライブでメガネとスーツでやった曲があるんですけど、あれナイスな心意気のジャケ写見せましたもん、こういう感じでってと、完全に嵐の曲からインスピレーションを受けてセクシーゾーンのライブに取り入れているという嵐愛まで発揮する菊池くん、これはセクゾファンでもテンションが上がりますよね。嵐ファンとしてもぜひそのパフォーマンスを見てみたい。あ、問題の正解はジャニのチャンネルの本編の動画で確認してくださいね。で、見事フラグ回収して不正解の菊池くんを見ながら第2問目。次の曲を発売日順に並べ替えろ。Truth, We Can Make It, My Girl。これは余裕。マジで、舐めないで。
マジ切れそう。逆にこれ嵐ファンの皆さん鼻で笑ってますと菊池くんが言うように、確かにかなりのサービス問題ですよね。ここではしっかりとニノと菊池くんが正解して、この頃の曲好きだったな、ディリリとかね、とまたそれだと共感できることを言ってくれる菊池くん、ナイスですね。当時は僕も中学生ぐらいだったので、本当に思い出深い曲が多いし、どれもめちゃくちゃいい曲ばっかりなんですよね。フューチャーも好きだし。次、3問目も並べ替え問題。次の曲を発売日順に並べ替えろ。Believe, Breathless, One Love。これもまた正直かなりのサービス問題。その後ろでは One Love が流れているという。なんて素晴らしい演出なんだ。気づいたらさっきもピカダブが後ろで流れていたなと。はぁ、ジャニーズ認可のチャンネルって最高すぎるな。なんて思いながらも不正解をする菊池くん。いやぁ、難しかったと思いますよ。余裕か。ちょっと恥ずかしい。と言いながらもニノが、それ、セクシーゾーンの時にやるやつだから。いいのよ、嵐の時は。とフォローしてくれていて、なんか、ニノ、器大きくなりすぎてない?と感じるぐらいの優しさ。最後、4問目も次の曲を発売日順に並べ替えろ。ホライゾン、感謝感激、雨嵐、台風ジェネレーション。お、最後もサービス問題。と思ったら、だってさ、俺ら歌ってきたんだから余裕っしょ。でもなんか、不思議な問題だもん、本人からすると。ラッキー問題な感じしないんだよな。ほんと怖い。と、不安そうなニノだったのに、見事正解して、やったーと喜ぶニノが、可愛すぎる。しかも、だってこれ2枚目、3枚目、4枚目だよね。と確認して、ちゃんと合っているニノに対して、いや、サンライズ日本が入ってきますよ。とマウントを取ろうとしたら、いや、サンライズ日本とホライゾンは両 A 面だから。とすかさず正解を突きつけられて、あー、両 A 面だ。とめちゃくちゃ悔しがる菊池くんが面白すぎる。嵐愛が随所からかなり伝わってくるのに、肝心なところで正解できないというのが、バラエティ王的で本当に面白い。めっちゃ笑わせてもらいました。そして見事誰よりも正解数が多いニノが、ってことで嵐は私がとガッツポーズする姿も可愛い。しかもその下に嵐を二宮飾りってテロップになっているのもいい。極めつけは、昔の嵐だったら絶対に勝てると思ってた。いやいや、これめちゃくちゃ昔の嵐だよ。吐きそう。という終わりの流れ、最高すぎました。はい、という感じで今回は嵐ファンとしてもまた楽しませてもらった嵐クイズの回について、ジャニのチャンネルの350万人突破のお祝い、24時間テレビお疲れ様でしたの意味も込めて語らせてもらいました。こうやってたまに嵐ネタを出してくれるというのが本当に嬉しいですよね。ニノが嬉しそうにニコニコ話している姿にほっこりしますし、菊池くんも相変わらずの嵐愛を爆発させようと奮闘する姿、言動もファンにとってはたまらない。そして全然知らない中丸くんも面白い。以前菊池くんのジャニのチャンネルにおける重要性というのはこちらでも語りましたので、よかったらこちらもご視聴ください。また嵐ネタを動画で語ってくれるのが楽しみですし、概要欄に書いてあったジャニのの夏は近日公開しますのでお楽しみというのも楽しみですね。あ、ちなみに今回僕は全問正解したので菊池くんに勝ちました。どうや。ただ嵐ファンで、あの 5x10 とか 5x20 を流れで聴いている人たちからしたら正直余裕でしたよね。あれらのアルバムは完全にリリース順になっているので、聴き込んでいる人ほどパッと曲順は出てくるんではないでしょうか。僕もその一人でした。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。嵐が活動休止中でも登録者1万人を目指していますので、嵐語り部のチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。現在僕も嵐5人のような男になろうと夢に向かって人生をかけて挑戦をしているので、よかったらこちらも応援してくださると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイタキ。ニノがジャニのチャンネルで語る嵐語り。最高すぎる。